はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化暁大付属投手でやっていきます。で、モテモテ確定ですけれども、まあ、特に今回はいりません。彼女がいるわけじゃないんで、いや厳密には彼女いる、サナちゃんがいるんですけど、まあ、彼女評価っていうわけではないのでモテモテは関係ないですと。で、従前の一ノ瀬ですね、こちらがレベル50プラゴになりました。2011年の PSR 選択権を使って一ノ瀬をプラゴにしてます。プラ4で、しかもね SR 関係が1枚も持ってなかったんで、まあ、ちょうど良かった感じですね。で、PSR の公的種は、持ってないのでお借りしてます。まあ、フル覚醒はねすぐ見つかると思います。探すのは簡単ですね。で、今回は、あと技術ですね。強化暁大はどうしてもね技術不足に悩まされるんで、まあ、同へ組んで、まあ、技術を稼いでいくのと、まあ、根骨をね持ってるんで、こちらで少しでも技術経験点を軽減していければと思います。で、金徳は街道を取っていって、サナちゃんも今回街道を取っていきます。これで新街道ですね。あとサナちゃん覚醒させてまして、コントロール上限アップ2がついて、3はとりあえずいいかなっていう感じなんで2で止めておいて、今回はコントロール上限ね、あのプラス6まで、持っていける状態になってます。6になると査定値が上がるんで、これでサナちゃんも結構使いやすくはなってると思います。で、あと技術枠どうしようかなと思ったけど、とりあえずパピオン入れてます。これは本当にとりあえずなんで、レベルがねそんなに高くないんで、まあ、微妙なところはあるんですけど、骨イベボーナスが高いので、まあ技術を稼いでいけるかなというところと、あと伸びと根骨があるんで、まあ、この2つを安定させましょうというところと、あとさらに言うと、野手のポジションも持ってるんで、まあ、追求した時に結構役立つかなというところでパピオンを入れてます。まあ、パピオンはもう昔のキャラなんでね、全然復刻がないんでレベルを上げるのがなかなか難しいところではあるんですけど、最初はやっぱりサナちゃんの評価を上げていこう。サナちゃんの評価上げがねなかなか進まないからね、どうしても打倒が優先になっちゃうんで、で説明は聞かない。で、コツは狙っていく。そうだよね、こういう時にやっぱりサナちゃんの評価っていうよりは、まあ、モル君のコツ。リリースはまだ潰せないんでそのまま行きましょう。練習ここでねコツくれるとだいぶはかどるんだけどね。公的者ちょっとコツが多めなんで、早めに休息コツを取れるかどうかがなかなかのポイントになります。経験点的でもねめちゃくちゃ使うん で、ここも即追求していっていいかな。リリースは潰せるんだったらでも潰しておきたい。いけるね。 あとね天才の入部届を持ってきてます。ちょっとね天才の入部届を持ち込まないと、俺はちょっと暁で厳しいかなっていうところ。そこまで立ち回りがいいわけじゃないんで、ただねフリートよりはやりやすいかな、作りやすい。千丸はつかなかった。フリートはちょっと複雑でね、なかなか俺は難しいんですよね。これパピオンいっときましょう。サナちゃんもいるし、練習自体は悪くないね。で、まだ自己紹介か。サナちゃんの評価はどんどん上げていきたいんで、で、ここは一緒に練習して、まあ、体力減っても次は追求するんで一緒。ちょ、コツ見よう。一ノ瀬か。一ノ瀬はねコツを持ってないのと、コツ指の経験点が高くないんで、まあ優先度はそこまで高くはないけど、まあ、理解度が低い時にはやっておいてはいいと思います。一ノ瀬の本領発揮はねやっぱり全員打倒した後なんで、だこういう時どうするか。同上パピオン、これなかなかいいね。サナちゃんもいるし 5% 大丈夫でしょう。で、二宮はね結構増える傾向にあるんで、よし、これで根骨は大丈夫で、ここは水に流して、まあ、イベントは切ります。てか街道はいらないんでこいつに関しては。で、伸びは絶対欲しいんでやっぱりやっとくでしょ。もうちょっとレベルが高いと技術精神のポイントが高く取れるんだろうけど、
で、オクタビア、どっちかは欲しいよね。カイザーライジングか、オクトスモーク。どっちか欲しい。打倒ができる。一ノ瀬か。まあ、微妙なところではある。サナちゃんね。もう一回練習しとく？まあ、オクタビアもいるし。とりあえず乗せてはおきたいんだよね。てか、オクタビア早えな。若干危険な香りがする。あ、これはしてない。いいやつ取れたから、サナちゃんはそこまで気にする必要ないかな。1の線 1% か。これやりてえな。普通にやりたい。で、急速ないじゃないけど、上げられるだけ上げておく。オクタビアとの戦闘のために。ハッピー。今コツはいらない。もう追求するから、ここは回復。イカリもね、ちょっとやっぱりイベント数が多いんで。で、一応コツを見つつ、どうえかどうしようかな。確実にアピオンにしておくか。でも幼鳥を減らせられるのはいいな。倒しておくか。幼鳥減らそう。で、次何にもいいのがなければ、まあ追求しておきますか。ジャイロボール。必殺火消し。一応打倒できるな。また1の世界いる。ヤシマか。ヤシマをまあ早めに倒して、か、幼女を倒したい。追求ポイントは今いい感じで増えてるんで、まあ、幼女を倒せるときに倒しておきますか。はい。本当幼女は厄介なんで。で、最後はまあ二宮あたりを持ってくれば、本塁打厳禁で、骸骨も掴んであるんで、まあ、全然いいでしょう。ちなみに怒りはまだ倒してない。で、ここは五十嵐にして回復。イベントはいい。キャラとしてはクソだけど。で、三本松も倒せる。サナちゃんは乗った。回復しつつ二宮が高くなるくらいはまあいっか。三本松倒すか。そうすると7位が結構上がるけど、中7位結構あるけど、まあいいか。うん、光を倒せるときに倒そう。そろそろちょっとコツとか取り始めないとね。根性、精神は大丈夫なんでね、低め。いやー、めちゃくちゃ上がる。で、ここも回復で、一ノ瀬は普通に進めていきます。まあ、減点投球が経験点的にはいいかな。148まではちょっと上げとこう。オクタビア選手だってなんかしなきゃシュート持ってるんで、シュート上げてこう。6で止めておく。で、ナックルというか、下は下でちょっと残しておきますか。スライダー、スライダー覚えよう。いや、カットボール、カットボールにしよう。で、伸びを取るでしょ。回転も取っちゃおう。もうで、キレは敏捷がないかな。サナちゃんを進めていかないとね、いけないんで。ジャイロボールと逃げ玉も取れねえ。カチューはオクタビアが持ってるから取るでしょ。緊急登板もちょっと直撮りしよう。精神はマジで大丈夫なはずなんで、あれなのコツがもらえる可能性あるんで、ちょっと置いとく。制圧も置いとこう。さて、ここから一応メンタルだけ見て特に何にもないんで、ここいいな。 8% か。武器してやるかっていうところはあるけど、特に、あー、サナちゃんがね、11月の1週なんで、うまくいけばイベントが発生するんですよね。やろう、クリスマスイベント来い。これやると絶対発生しないよね一応ちょっと回復したけど、じゃないよね、そりゃないよ。
で、ヤシマ。さすがにちょっと今回もう無理だな。で、サナちゃんを一回、だからやっておきたいんだよ。クリスマスイベント。まあ、彼女になるならないはちょっとありますけど。一回やる。起きろ。よし、起きた。ここでね、あの火消しのコツ取れるんで相性はいい。一ノ瀬のこのイベントも何気にいい。で、打倒ができる。つくももまあ倒せるんだったら倒したい。同盟のコツか。まあ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 、あんまり順番は気にしないで大丈夫ですね。結構減らせられるんで、とにかく早めに倒すことが重要。てか効果フェイスとか、まあ、7位が最後に来てもね別に悪くはないんで。あ、どうしよう、制圧するか。完全制圧、よし、抑えた。でカイドウ抑えてくれるとね、カイドウ3で取れるんでだいぶ楽になる。まあ、筋力はね、ちょっとポンコツが来てないっていうところがあれだけど、どうするこれ、ちょっと7位減らそう、さすがに7位減らそう。お、勝負、勝った。これ結構下がるよ。で、これどうしようかな。ヘッド。強打者は取れる可能性があるから、ちょっと置いとこう。で、これは下。ちょっと減点特急を取りに来ます。減点特急結構軽いんで同上か。てかここすげえな。みんな減らせられる。ちょっと美味しい同上やりたいけどね、ここはここで美味しいからな。あと何人、ちなみに1、2、3、4、5、誰も倒すわけじゃないんでいいでしょう。勝った、ザコミガラシ。サナちゃんこっちかよ。漫画回復、よし、抑えた。で、打倒は誰、六本木か。これはさすがにやらない。二宮ちょっと減らしとくか。じゃあパピオン、タックが弱い。別にタックで連れてきたわけじゃ。おお、すげえいいタイミングできた。いいよ、即デート。一番こう盛り上がる時だよね。彼女になって初のクリスマスみたいな。で、変化球はどうしよう。カットボール上げとこう。で、一応打倒が来てるね。7位か。五十嵐、ここはさすがに倒さないから、守君もいるし、ここはこれだね。こつくれ、取れない。夏サーチか。あれだわ、よく来んな。どうしようかな。まあ、お正月で回復できるっちゃできるけど。ちょっと経験点を狙っていきますか。まあ、これも結構くれるからね。大凶ひどい。ちょっと見る、オクタビア、五十嵐、六本木。じゃあ追求でいいかな。コツ的にはね、まあ、制圧もくれるっちゃくれるんだけどね、そんなに制圧高くないから100ちょっとで取れんね。だったら少しでもあれを上げておきたい、確率を上げておきたい。急速の急速、よし、3あればまあちょいちょい上げていっていいでしょう。これも受けよう。これなかなか満点取るの難しいんだよね。二宮とかさ、特にさ、アベルジヒッター持ってるからさ、超やだ。危ね、
ットボールとかどうなの、有効なのかどうかわからん。ケーボールになった。あんまり曲がんないよねカットボールは。ちょっとアベレージヒッター持ってるからカットボールは怖いな。もうひたすら地を這うシュート、イーグルショットで、イーグルショットってイーグルじゃなくなった瞬間に打たれた。ゲー、打者は結構強いキャラがいるからね。まあでも50あればいいでしょう。二宮のカウントも下がってるし、打倒はしないので、ヤシマがすっげー残ってんな。ちょっと球速さばいていこう。152、あくれちゃってもあれだからね。ここはデート進めます。特にいい練習がないんで。技術精神、これなぜか怒りの強化が下がるから、ね、あーどうする、メンタルか。メンタルで五十嵐を打倒できるんだったら同上のコツもあるし、てか同上はもうコンコツ掴んであるからいいのか。次マラソンだからね。コントロールを普通に上げていきましょう。100で、まあスタミナはさすがに持っていけないよね。足急速って上がったっけ、よくわからん。狙いに行きます。優勝、優勝っていうか1位。打たれ強さ、要所倍。ヤシマ、ヤシママジで殺さねえと。でやる、金徳のためにやる。で下りは衣装思いっきり通してすごいの。イガラシも半分になるからヘリがガンガン飛ばしてこう。ヘッチこれどう、わかんねえ、死にそうな気がするんだけど、いいや飛ばそう。危ねえ。シュートが7でしょ。でコントロール1上がって、アリダマとアバリダマ、よしこれでコントロール101、だいぶ節約できたな。でまたカットボール上げてこう。スタミナまではできないからね。二宮がでも中か、ヤシマがいるわけじゃないから。でももう同盟あんまりって感じなんだよな。あと何持ってたっけ、重い球持ってるけどそんなに使うわけじゃないけど、まあ筋力は暴れ玉も使おう、消しも取っちゃおう。どうすかな、サナちゃん進めてちょっと敏捷ポイントを確保しておきたいというのもある。敏捷系の金徳が取れないんで今のところ。これは付き合うでしょうか。一回のカイザーライジングどうしよう。ここは特にヤシマか、ちょっと減らしておこう。ヤシマちょうど敏捷のところにいるからやっとこう。ヤシマ最後はマジでないからね。でサナちゃんとオクタビアいらない。マモル君で二宮、今はいやいくつ打倒って、今いくつ5か、そんなに高くないな。じゃあやっとこう。疲れたよ俺は。ピッチャーをめっちゃ作ってるからね。ピッチャーのマジ布陣がしょぼすぎるから今うちのチーム。で切れはこれで OK でしょ。ポーカーフェイスとかほんといらないかな。で手応えが取れないか、印象が1足りね。減点投球今のちょっとこう完全サイズも取っとくか。奪三振、まあ、奪三振はね全然
いいコツであるんで。てか技術足りなくねえか、脱散等に。急速で同栄か一回同栄。いやーここ矢島減らしてえな。矢島減らそう。ちょっと今回矢島に苦しめられてんな。勝負だ矢島。なかったで打倒は関係ない。もう一回やっとこう。これで一応ちょっと射程に入るっちゃ入るかな。タックで絡まないと射程に入らない。いや大丈夫なはずだ。でカツを入れる。無難に無難にしとく。てかカイザーライジングとか取れる気がしないから。でここは体力ないんでデート。4月くらいまでには倒したいけどね。ここでピンショー取れるんで。いやーカイザーランジング無理だよ。まあ調整するけどね。ひょろひょろひょろじゃねえよ。しょぼい集め。まあ気を取り直して手応え。たくさんも取れるね。やっぱり筋力はあるけど技術がない。これ誰？二宮か。ハッピー挟むか。経験点だけ見るとここ悪くないね。あでもここ2人倒せる。あ2人倒すと意味ねえ。ダメだダメだ、絡んでないから。技術50。じゃあこれでや。まあ経験点もくれるし。これサプリ癖つくとマジで終わるから。やる気がないのはしょうがない。打倒ができるスタミナ2人。てか八島が残るんだけど、それはさすがにない。てか死にそうだし。これやる気上がるでしょ。やる気上がんないの。なんでここでやる気上がった。おおやる気はどんどん上がっていく。誰だ。よし八島ちょっと倒そう。さすがに八島は倒そう。急速骨は3か。ちょっとな筋力が少し余りつつあるんで重い球は取る。他速球対抗心とか。あ前回取っとくか。これでいいや。これちょっと八島倒そう。さらばだ。ラットの2人はもうどっちでもいいや。緩急これさなかなか成功しないよね、彼女に入れてないと。でコツだけ見て。パッピーね、まあ、悪くはないんだよな。やるだけやっとくか。パッピーも特にやることがなければパッピー追求。ここはあれ、そういえばバント封じ取ったっけ。誰、またパッピーか。じゃあちょっと体力ないからここは回復しとこう。バント封じ取ってねえや。急速安定取ろう。で他緩急も取っとこう。対左はちょっと技術使うからね無理だよ。ちょっとパッピー追求しよう。まあ、5中50取れれば一緒。オッケー回復しよう。よし。いや打倒がしょぼい。で急速コツ、ここはもうお任せします。能力的には悪くないでしょ。77の変化球あってスタミナも投げ切れるだけあるっしょ。結構打たれてるけどね。点を取られなければ大丈夫。まあ別に負けてもいいんだけど。最悪評価が下がるくらいだから。
いや全然打倒ができないね。追求しておこう。でここも試験受けよう。イカリ、イカリビート小さいけどパワーヒッター持ってるからね、ちょいちょい持ってかれんだよね、ホームランを。まずは外に逃げる、シュート、内へ切れ込むカットボール、危ねえコントロールがずれっかな、あんまりギリギリすぎてもね。ワンパターン、ワンパターンでいくことによって相手もお、これワンパターンか、いや次は違うものが来るはずって思う。それにより打者を幻惑する。最後はカットボールで決める。 OK。 ここ取れるとかなりでかいからね。まあ頑張ってくれ、いいかいくん。銃とか、あ海岸した、そう海岸どこでするかもね結構ポイントだよね。早めに経験値が溜まってるってことだから。161か、技術103、ちょっと新しい変化球覚えたいからね。下にするか、いやスラーブでも覚えようか、なんとなく。でタックワンタック、いや5月の2周でここでってちょっときつくないですか。街道取ったよね。ヒゲ、これでまたね筋肉使うからね。てか本当に来ないんだけど、怒りくれ。次はもう打倒優先だから、打倒できるんだったら打倒する。よし打倒しよう、これはもうちょっとさすがに。最後に6分ギア残るか、スタミナも4分かったな、でかい先制ストライク。6分ギア上がっていく、お願いします碇先生。ちょっと打倒はできる、マイナス8か。でパッピーやっとこう。あ、しまった。体力がない。最悪練習ができない。これさ、続けてもやめても大して意味ないからね。間違えた。体力が減っただけだった。逃げ玉か。いや、まあまあまあ、微妙な打倒だからね。追求してもこれ、回復しきらないからな。焼肉、よし、一気に回復した。あ、もう減る意味はないけど、ちょっと打倒が遅い。じゃ打倒できねえ、マジかよ。まあ一回練習しても体力に差し障りはない。もう最後さ、絡むか絡まないかで、おお危ねえ、ギリギリだな。一ノ瀬ってか精神があふれる、結局精神あふれるからね。6まで上げとこう。スタミナは A くらいにしておきますか。で街道はもう掴んでおく。変化球対抗心、よしこれでいっか。上がれスタミナ1、投資しまった、投資直取りしとけばよかった。で強心で、まあ、強心臓で結局使うか。120に対して使わない。スラーブを上げていく。でコッツが来てる、誰、守るくんね。まあまあまあいいでしょう。今スタミナを練習してくれるのはかなり助かる。赤月は強いからね、そのままサクッとやっていきます。ハッピーのねイベントのためにも甲子園は優勝しときたいからな。
まあまあまあここはね大丈夫で、一ノ瀬がいたらちょっと一ノ瀬やりたいけどね。パプリカだったら守るか、めちゃくちゃもらえるよね。あとこれがどれだけ発生するかだから、パッピーの60か。これやると次練習できなくなるよな。60のためにどうするか。こっち、もう2回やりたい突練習を。2点取られたんだけど、初回に連打を浴びた。ポツ来ない。うん、まあまあかな。ここも容赦せず、まあ打たれないことが重要だね。最低でも意外に打たれるから。オッケー、ちょっとやばい、カウントが悪い。おい、危ねえ、無奇襲。オッケー、結局死球になっちゃった。いや来ないね。ここ練習するともう次が無理だから、またメンタル。あと1回かな、いけて。いけなさそうだしね。168、まあ、最後にパピオンがエピログポイントくれるから。9回に1点取って勝った。1点取られてたら終わってたな。コーツ誰、ハッピーか。もうしょうがない、ちょっとでも稼ごう。ここもサクッと。筋力足りるこれ。129、あと試合を2試合満点取らないと厳しいかな。なかなか点を取ってくんねえな。あとさ、今さら気づいたんだけどさ、スタミナが全然足んなくね。ハッピー、いやこれは普通に練習するでしょ。最後の最後、変化球は5で、精神も大丈夫。これは球速がきついな。でここは怖えけど、ピンチャンにしてもな、際が打てる自信がない。とりあえず球速だけ171にしとこう。でスラーブで、スタミナが84、筋力不足だね。よし、とりあえずは優勝した。で筋力取ってないのはあったっけ。パピオンってどんくらいくれるんだ。パピオンがな、もう1レベル高ければちょっと違ったんだろうな。ちょっと先発しとこう。先発も足りてねえから、け精神あふれてる。しまった。こっちもちょっとくれ。アピオン、お前にかかってる。80結構くれる。よし、ちょっとあふれちゃったんで、まあ1万6000くらいで、で絶対取んなきゃいけないのがなんだ、300でスタミナ持ってくるか。一応持ってけた。あとちょっと考えよう。でこれスラーブ7、切れ味が取れない、敏捷が足んねんだ。しまった、9もかかるっけ。じゃあ諦めよう。諦めが肝心。投手直取りしとくべきだったな。先制ストライクもコツがあるから取るでしょう。で例によってなるべく筋力を使わないやつ、順応とか何気に欲しいけどね。
ムービングファストとかいいんじゃない。ちょっと他の考えよう。対左、あ、せっかくコツがあるからな。結構筋力が残ってるね。筋力使うやつが残ってる。ムービングファスト取って対左が取れねえ。ポーカーフェイスはいらない。いや、なんか無駄に経験点が。海岸でなんか1個取れるかな。ちょっと待って、ムービングファスト1回外そう。50、一旦これで決めでしょ。海岸使おう。経験点投入。てか変化球投入しないといけない。海岸する。いや無理だこれ。変幻自在無理。これ何、内無双取れる。これにしよう。いやこれ必要な経験点表示してくれるのいいよね。ありがたい。内無双取ります。安全圏も取れんな、そうすると。てか対左やってほしいな、せっかくだから。これで取れる。いや安全圏取れねえか、まあ、若干余っちゃったけどしょうがない。なんか次適正上げとこう。無駄にちょっとだけ適正上げてもあんま意味ないからね。じゃああと野手で弾道を上げて、ミートももうこれ以上上げらんね。まあいった、まあ、精神は余るね。直撮りでいけるものはどんどん直撮りしちゃっていいと思うんで、まあ、一応 PG は届いた。その天才の任務届を使わないと俺ちょっと PG 届かないんですよね。PG はいと。いうわけで、まあ天才の入部届自体は結構枚数残ってるんで、あとはね暁台でうまくね盆栽から PG に持ってくれるくらいの実力がつくと、まあ、やりやすい高校ではあるんで、まあ、いいと思うんですけど、ちょっと自分は入部届がないと今のところ厳しいですという感じですね。まあ、打倒がねちょっと長引いたところが今回難点だったかな。あと最後変幻自在用の敏捷を取ってなかったっていう。まあ、敏捷ポイントはねサナちゃんで稼げるんで、まあ、パピオン枠をねどうしようかなっていうのすげえ悩んだんですよね。パピオンがいいかって言われると、まあ、昔のね暁台だったら良かったんですけど、今そこまでちょっと猛威が振るってないのと、あの50だったら経験点もしかしたら伸びるかもしれないんで、パピオン50だったらいいかもしれないですけども、全然それは届かないんで、まあ、もうちょっと編成を見直してまたやってみようと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。こんな感じ。